こんばんは、スーパーハイレグ女子のまつりちゃんです。はい、このチャンネルでは私の好きな作品を紹介するだけのチャンネルです。エビデンスもロジックもありません。ということでですね、今日紹介する作品はパーフェクトブルーという作品です。この作品はですね、1997年の作品です。かなり古い作品なんですけれども、まあ映画かなでやっていて、で映画、アニメ映画、日本のアニメ映画です。での中で、ミステリー作品かななんですけれども、すごい私がおすすめする理由としては、これ元ね、元っていうかアイドルのお話なんですよ。でアイドルのお話 でこのミマちゃんっていう主人公なんですけど、ミマちゃんっていうアイドルさんがいて、でアイドルからちょっと、やっぱアイドルってずっと続けられないものじゃないですか。アイドルっていうものをずっと続けられないから、アイドルからちょっと転身しないといけないよねって、まあ、転身先ってさ、やっぱいろいろあって、で、まあ、そのミマちゃんは女優業っていうか、まあ、アイドルからまあ、ね、女優に転身していくっていう作品なんですけれども、でそれでストーカーがあったり、あと自分がまあなんかね、まあ、これでいいのかみたいな、みまちゃん本人も自分が自分でこれでいいのかってねってなっていくんだけど、まあ、その中でストーカーにあったり、そしたらね、ストーカーっていうか、もうなりすまし、ネット上での自分のなりすまし、みまちゃんのなりすましが出てきて、でそれで殺人事件とかも起こり出すんですね。でだからもうなんか、なんだろう、パニックみたいな、わーみたいなになる作品で、で、まあ、結局ね、この話はそういう作品で、で、なんだろう、やっぱりね、自分もなんだけど、自分もこう、まあ、アイドルとは言えないけど、まあ、なんちゃってさ、顔を出してさ、で、その人に見られる仕事をしている人に、ぜひ見てほしいなって思う作品です。まあ、やっぱりね、今みんな誰でも発信ができるようになって、まあ、みんな発信者になっているんですけれども、そう、で、やっぱり悩むことって絶対あると思うんですね。で、だからこそこの作品をぜひ見てみてほしいなって思っていて、で、まあ、これ結局、まあ、犯人誰かっていうと、マネージャーなんですよ。このルミさんかなっていうマネージャーで、で、ルミさんももともとはアイドルで、でアイドルから、まあね、アイドルってさ、やっぱ売れなきゃさ、意味がないっていうか、なんて言うんだろう、アイドルしてたからってさ、まあね、女優とかに転身できる人もいるけど、そのまま顔を出してね、自分が発信者で転身できる人もいるけど、そうじゃない人だっていっぱいいるわけじゃないですか。で裏方に回る人っていうのはいて、でだからミマちゃんに、まあ、期待をしていたのに、まあ、なんかそういう方向に行ってほしくなかったルミさんがいて、なんか、なんだろうな、でもやっぱ自分が一番信頼していた人に裏切られるっていうのはやっぱりきついよねなんだろう、まあでもかといって自分のことを知っているのってやっぱ自分の近くにいる人なんですよね、どうしても。でそういうの、まあちょっとね、まあこれ見ると若干人間不信にはなるんですけど、なんだろう、だからこそかな、ちょっと人間不信にはなるし、まあでこれが、まあ、こういうことがある可能性だって絶対にあるわけじゃないですかって思うからこそ、ぜひ見たことない方は一度見てみてほしい作品かなって思いますし、なんだろうな、なんか自分の、なんか、あなたがもし好きなアイドルさんとかがいるあれば、まあ、これを見てくれる、意外とこれね、この配信ね、すごいことに気づいたんですよ。なんか、アナリ見てたら意外と女性も、まあ男性の方が多いんですけど、もう見てくれてて、すごく嬉しいなって思っていて、だからこそ、なんか、私が今までやってきたことで、まあ、役に立つ情報があったらいいなって思ってるし、ね、まあ、男性の方で見てくださってる方は、まあ、ね、その自分の推しにもおすすめできたり、なんかね、ま、なんだろう、まあ、オッパコ講座って言ってるね、なんか仲良くなろう講座みたいのもよくやっているので、それで役に立ったらいいなって思うので、もしねこの作品見たことなかったらちょっと見てみてほしいなって思う作品でした。はい、この配信最後まで見てくださってありがとうございました。
それではまた明日。だらくだらくだらく、だらくだらくだらく、だらく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 。